次に今次の納めにあたります通知いっぱいでございます。皆様どんどんご起立をお願いをいたします。通知に合わせまして富越に対しましてご一礼をお願いいたします。どうぞご着席ください。以上をもちまして新高裁の審議滞りなくご保証申し上げました。最後に宮司より一言ご挨拶を申し上げます。一言ご挨拶申し上げます。数日来、西日本、九州、中国地方を訪れていたしまして、大阪、京都、関門、近辺あたりまで集中豪雨が続きまして、ご承知の通り、大変な集中豪雨によりましての災害が起こりました。それによりまして、亡くなられた方、また被災された方々にいたしまして、心から思ってお見舞いを申し上げたいと思います。そして本日は、いよいよ八坂神社、そして小泉神社合同の神幸祭、御礼祭がただいまから再興されるわけでございますけれども、高知におきましては、1日が海開きということで、非常に素晴らしい天気を迎えることができました。それから、前線の影響でしょうか、天気がぐずついた日が続きましたけれども、今日この八坂神社のご神幸祭にあたりましては、しばらくぶりに、暑い日差しが戻ってまいりました。湘南江ノ島の夏はこの暑い日差しがないと江ノ島らしくないわけでございます。これからが当時に関しましてはいよいよ夏の本格的なシーズンを迎えるわけでございますが、いずれにしても天候に恵まれまして活気のある海水浴といいましょうか、お客さんをお迎えできればと思っております。本日はこれからいよいよ神幸祭を再興いたしますわけでございますけれども、非常に暑く厳しい暑さでございます。このご奉仕をされる方々、十分に水分補給等をなさりまして、体調に気をつけてご奉仕いただきたいと思います。今日はまた腰越の通りに入りますと、江ノ島電鉄さんの各鉄のあるご協力によりまして、電車が両駅を止めていただけるということでございます。神幸祭もスムーズに行くのではないかと思いますけれども、日曜日でございますので、途中非常に交通の混雑が予想されますので、どうぞ皆様方もご協力をいただきまして、最後まで、立派なご神幸祭ができますようにご尽力をいただきたいと思います。またご来賓の皆様方におかれましては、本日早朝から暑い中のご参列を誠にありがとうございました。それではただいまから神幸祭を始めさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。それでは、まず、初めにですね、おみこしを一度お待ちいただきまして、お囃子が、おみこしの周りを管理するようにお願いいただきたいと思います。